いや姫神社っていいと思うんですけども、能登半島のちょっと手で見せるんですけど、この手があるじゃないですか、手みたいなところ、この真ん中の島のところにある神社です手が出てびっくりしたと思いますすいません、分かりやすく説明するのはそれが一番かなと思いまして、御祭神は大八日見向こうと、いや姫というのが名前なので、その神様みたいですけど、西暦905年にはもう存在してた神社で、いやみより古くいやみより現在の地へ移り、八幡神社と合わさってると、なので応神天皇が祀られているということです、なんかいろいろ伊勢神宮とかのをいろいろ合わさってっていう感じですね。この中結構いろんなものが御神体は、鏡なんですね。鏡、となってます、ね、じゃあ行ってみたいと思います。古くからあるっていうだけじゃ人が来ないですからね。駐車場でもね、境内にスペースがあるので来れるか、全然。よいしょ、こちらは新神殿かな。土足厳禁なので、土足じゃなきゃいいってことになって、靴脱いでいきましょう。